世界で一番楽しい掃除屋を目指し、祖父が創業したベルメンテナンス会社を経営している大塚浩一と申します。1981年生まれの40歳です。私は家業である掃除が大嫌いでした。そして家業を継がずに世界一のサービスを学ぶためリッツカールトンホテルに就職。しかしそこで学んだことは、世界一のサービスの前提にあるものが1秒たりとも欠かせない 100% の清潔さと安全であるということでした。衝撃を受けるとともに、なぜ家業を拒絶していたのかを思い返し、清掃業界を変えたいという志が芽生え、家業を継ぐことを決心しました。趣味はキャンプとゴルフとトレーニングです。トレーニングに関しては雑誌ターザンの読者企画で優勝し、表紙を飾らせていただきました。少し恥ずかしいのですが、もし興味のある方はターザン大塚浩一で検索すると関連画像が出てきます。私はこの機会を通じて掃除や整理整頓の持つポジティブな力を発信していきます。そしてより多くの方に掃除や整理整頓を通じて幸せになってほしいのです。掃除の力はきれいにすることだけにとどまらず、大きな力が秘められています。割れ窓理論をご存知でしょうか。これは環境犯罪学の理論で、割れた窓をそのまま放置しておくと誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓も壊されてしまうというものです。つまり軽微な違反や乱れを放置していると、住民のモラルが低下し、環境悪化や犯罪の多発につながるという考えです。この理論を犯罪率低下に使ったのが、ニューヨークのジュリアーニ元市長です。就任から5年で犯罪の認知件数は、殺人が 67.5%、 強盗が 54.2%、婦女暴行が 27.4% 減少し、治安が回復しました。また中心街も活気を取り戻し、住民や観光客が戻ってきたのです。またディズニーランドでもこの理論を応用していると考えられ、パーク内のゴミはもちろん、小さな傷もすぐに修繕することで、あれだけの混雑の中でも清潔と安全を保てているのです。つまり掃除の力を世界に広めることは、世界の平和にもつながるのです。番組のタイトルは DJ 浩一のきれいの力です。コロナ禍において家で過ごす時間が増えた昨今、家庭内の生活環境の重要性は増しています。生活環境は、生活はもちろん、住む方たちの心をも左右します。寒い時期が長い国外の地域では、家での生活をより快適にするために掃除や整理整頓が徹底されています。これに関しては欧米の方が日本よりも家庭内の掃除にかける時間が長いとの統計も出ているほどです。コロナなど私たち自身がコントロールできない大きな問題がたくさん発生している現代、そのコントロールできない問題に左右されないよう、自分自身でコントロールできることにフォーカスし、心の状態を保ってほしい。そのツールの一つとして、掃除や整理整頓は大きな力を発揮するのです。一人でも多くの方が生活環境の改善を通して、ポジティブで心穏やかに過ごせるよう発信していきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この度オーディションに応募させていただきます真央と申します。神奈川県在住、年齢は30代、普通のどこにでもいる会社員です。趣味はビジネスに関するテレビ番組を見たり、 YouTube 鑑賞、子育てです。つい先日第一子長女が誕生し、新米パパとなりました。経済キャスター DJ のびーさんのボイシーを聞いてオーディションの話を知りました。話を聞いた瞬間、自身の中に何かビビッとくるものがありました。仕事柄人前に立って話をする機会もありますが、ラジオ番組では相手の顔が見えません。ですが自身の声を通じ、
何かワンフレーズだけでも記憶に残せる話ができたら、この上なく嬉しいです。ラジオは人に価値を提供し、人の可能性を広げられる、そんな素晴らしいコンテンツだと本気で信じております。こんな自分ですが、よろしくお願いいたします。次に、自分がメインパーソナリティになった際の企画内容のプレゼンについてですが、企画としましては、子育てに関する話、特にテーマはですね、産後におけるパパとしての役割を考えるにいたします。きっかけは、現在自分が育児休業を取得させていただいておりまして、いろいろ錯誤して子育てに向き合っております。そんな中、私と同じようにですね、育休を取得されている、もしくは過去にされた方で、男性の皆様の葛藤や悩み、それから子育て方法、ベストなですね、子育て方法などを情報共有できたらというふうに思います。単に子育てとはこうあるべきだという答えを出して結論付けていくのではなく、いろいろな考えやアイデアのもとでですね、リスナーの皆様と一つの番組を形作っていくようなものにできればと思います。この番組は男性のためのものではありませんので、参加される方は女性の方でももちろん OK です。様々なですね、女性からの声を聞くことで、私も含めてですね、勉強になること多々あるのではないかというふうに思っております。私という一人の男性が考えついたマイナーな企画かもしれませんし、自身は子育てのプロでもなければ何かの代表者でもないです。ですが、子育ては永遠のテーマとなりますし、ママの役割、パパの役割、その両輪が揃っていないと前に進まないものだと本気で思っております。子育てはママ任せではなく、パパにも活躍できる機会がある点や、パパの役割というものを考え直す良い機会にしたいです。今回この場で自由に発信できる場があるのはとても良いことだと思っております。子育てを考えること、それはすなわち人生を見つめ直し、社会を見つめ直すことだと思っております。ぜひともこの企画を持ちたいです。最後ではありますが、娘が大きくなったら、パパこんなことにチャレンジしてたんだよというふうに教えてあげたいなと思っております。以上です。皆さんはじめまして。アイドルを目指して日々活動中、遊びネクスト所属のタカミンです。よろしくお願いします。簡単ではありますが、自己紹介させてください。普段は、ファッションモデル、イベントアンバサダー、そして昨年の11月1日から LINE LIVE という配信アプリで毎日配信をしています。5月7日の時点で毎日配信188日目を迎えました。性格は常に何事にも挑戦、そして小さなことでも大喜びしてしまう性格です。特技は懸賞を当てる、足がつった時に15秒以内に直せることです。夢はメジャーデビュー、日本武道館のステージに立つこと、そしてラジオパーソナリティを務めることです。どんなラジオにしたいかはこの後お話しします。ラジオの名前は、アイドル高見のシークレットウィズユー。先ほどタイトルコールをさせていただきました、アイドル高見のシークレットウィズユーですが、こちらはですね、シークレットウィズユー、あなたとの秘密という役になります。今回のラジオの趣旨でございますが、視聴者の皆様の、墓場まで持っていかなければいけない秘密だったり、ちょっとした悩み事、これ誰に相談したらいいんだろうっていう様々な疑問だったり悩みなどを打ち明けていくラジオ番組を作っていきたいと思っています。コロナ禍が始まってもう早くも2年ちょっと経ちますけれども、人と直接話すことが少なくなってしまったことによって悩みが増えた人っていうのが結構多くいらっしゃるという報道を耳にします。精神的にちょっと参ってしまったっていう人も結構増えてきていて、僕の身の回りのお友達とかでもそういった症状が出てしまっている方がいらっしゃいます。そんな方のお悩みだったり秘密事をね、まあユーモアに変えて笑い飛ばせるような形で少しでも役立てるようなバジロ番組を作りたいと思ってこのタイトルをつけました。僕も人間として生きてて27歳、28年目を迎えていますが、墓場まで持っていかなければいけない秘密事がたくさん増えてきます。悩みがあるっていうのはすごくいいことだと思っていて、それって人間として一生懸命生きている証だと僕は思っています。少しでも前に進みたい、でもどう進んだらいいかわからない、誰かヒントちょうだいっていう思っていることを僕が代弁できたらいいなと思いますし、僕が経験してきたことを、何か皆様にとってスパイスを与えるような回答ができたらいいなと思います。
そして僕はアイドルを目指して活動していますので、今までいろんなお仕事の現場だったり、ファンの皆様とたくさん出会ってきました。皆様のお悩みだったり、そして墓場まで持っていかなければいけない秘密事は何ですか？そんな秘密事をみんなで一緒にこっそり、シェアしませんか？こちらのラジオのオーディションは僕は去年一度参加させていただきました。ですがなかなか喋るのが上手い方ではないので、結果には残せませんでしたが、でも自信につながりました。一度挑戦したことって過去になると、あ、もう一度やってみよう、あ、これ挑戦したことあるから、じゃあ挑戦して分かったことを生かしてみようっていう前向きな心構えができます。今回もその初回の挑戦した気持ちを忘れずに、2回目皆様にパーソナリティとして認めていただけるような人材になれたらいいなと思います。ぜひたかみんの応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。はじめまして、こんにちは、井上まどかと申します。どうぞよろしくお願いします。まずは自己紹介をさせていただきます。私は東京生まれ東京育ち、ラジオと歌が大好きで、この度はぜひ夢のラジオパーソナリティになりたいと思い応募させていただきました。ラジオトークなどの音声プラットフォームで、トークでトーク、隣でトーク、あなたにトークという番組を配信しています。トントンというラジオネームで一人四役ラジオや自作のポエム、アカペラの歌配信などでほっこりできるような、そんなラジオを目指しています。今回は井上まどかとして挑戦します。どうぞよろしくお願いします。さて、晴れてメインパーソナリティになれたとしたら、どんな番組を作っていきたいかということなんですけども、コンセプトは愛しの音楽とポエムとほっこりまどかです。そして番組名は井上まどかのワクワクミッドナイトラジオ。そうなんです、井上まどかのワクワクミッドナイトラジオです。このワクワクはラジオを聞いてワクワク心が踊ったり、ほっこり癒されるようなワクワク感、そして声からイメージが湧く、それをかけています。そんな番組にできたらいいなって思っています。また番組では自作のポエムをお届けしたり、リスナーの皆様からポエムを送っていただいて私が読んだり、お題をテーマにリスナーさんから思い出の曲やエピソードを送っていただいたり、そして人気のテレビドラマや映画の主題歌コーナーもやってみたいです。というのも、実は私テレビドラマや映画大好きなんです。そしてちょっと聞いてよまどかさんというコーナーでは、リスナーさんの引きこもごも、いろいろな心の声を送っていただき、私がセレクトした曲をプレゼントしてストレス解消。そんな感じにやってみたいなって夢が広がっています。そして新しい一日をより楽しく過ごすためのヒントになるような、明日は何の日みたいな感じで、季節に合わせたトークで小さな幸せもお届けできたら嬉しいなと思っています。ご紹介する曲は新旧いろいろ、歌謡曲や夏メロ、ポップス、アニソンだけにとどまらず、大好きな洋楽やジャズやボサノバなど、いろいろなジャンルの曲をお届けできたらいいなって思っています。リスナーの皆様と電波を通して声だけでなく心も通い合えるような、ほっこり癒される番組を作っていきたいなって思っています。井上まどかのワクワクミッドナイトラジオ、ぜひ形にして皆様に聞いていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。
さあ行きます。どうもです、山田太郎介です。冒頭1分間の自己 PR をせよということでして、自己紹介させていただきます。私山田太郎介は横浜市在住34歳、乙女座です。あと B 型です。イケメンです。それはちょっと嘘です。はい、まあでもどっちかっていうと、まあでも、うん、そうですね、ちょっとだけイケメンはい、普段はですね、八百屋さんをやったり、お絵かきをしたりして、日々過ごしております。はい、山田太郎介です。そんな僕がですね、メインパーソナリティもしなることができましたら、日本中から、ジラーな出来事を集めて成仏させる番組をやりたいです。ジェラーって一体何なのよっていう話になるわけですけど、こちら、ジェラーっていうのはジェラシーのことですね。嫉妬と呼ばれるものです。はい、日々こんな暗い世の中を生きておりますと嫉妬するようなことが日に日に増えていくわけでございます。はい、あなたの身の回りに、嫉妬させるような人はいませんか？それでなんか嫉妬をしたことってあったりしませんか？結構割と僕って嫉妬しやすくてそう、もうキー悔しい、キー悔しいってなったりするんですけど、はい、そんな皆様の嫉妬にまみれた日々を丁寧に私山田太郎介読み上げて成仏させる番組やりたいと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、僕はですね、昔からラジオが好きで、同年代の方々と比べると割と聞いてた方なんじゃないかなって思います。はい、車の中だったり夜とかテレビとか見ないで割とラジオをつけることが多かったんですね。はい、やっぱりラジオに出てる方のこう軽快なおしゃべりと流れてくるおしゃれな音楽、このね流れてくる音楽ってなぜか知んないんですけど、その時の気持ちにぴったりの曲が流れてくるんですよね。これ不思議で、で あの曲久々に聞きたいなって思ってた、考えたりするとその曲がなぜか流れてきちゃったりするんですよね。ラジオって不思議なもんで、で毎週ね読まれてるハガキ職人、このなんでなんですかね、大体読まれるのはいつも同じハガキ職人。僕は一度も読まれたことがありませんでした。はい、なかったんですよね。そう、あのハガキ職人の名前を耳にすると今でもジェラの気持ちで爆発しそうです。さあ、ということでですね、僕は30分間、綺麗事なしでジェラを成仏させたいと思っております。はい、よろしくお願いします。番組タイトルはジェラシックパークみたいな感じ、これ通るのかな。いやー、こう本当ね、最近ね、綺麗事ばっかりになっちゃったじゃないですか。まあ生きづらくなってきて、その細々したようなやつはまた喋らせていただきます。はい、以上です。山田太郎介でした。ありがとうございました。